ボートレースと比べ6日間にわたるシリーズです。ルーキーシリーズ第4戦。予選2日目の水面上、前線の争い勝っては第4レース予選競争です。1号艇前田光、2号艇大江潤、3号艇松井裕太、4号艇小川仁喜太、5号艇三村岳人、6号艇高倉和人、以上6名による定戦カード、4レース予選競争の争いです。6名全員がバック側、実にゆっくりしたペースでのコース取り、枠なり進入、動きは全くありません。2日目高枠の一戦です。リズムアップを誓う一戦。1号艇の前田光がインコースへ臨機の中心、スローの2コース、2号艇の大江潤と地元両者が内枠です。センター3コース、昨日初戦が1着スタート、3号艇の松井裕太、スロー3艇市蓋さん、下げて3艇ダッシュ戦、4号6引っ張って4コース4号艇小川に来た、5コースに5号艇三村岳人、6コースドリーム組からは高倉、3対3、進入スタイルは2つに分かれた4レース。水面上に吹く向かい風、少し見た目強めましたか、そんな4レース。スタートまで間もなく10秒前、進入スタイル3対3、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6艇横に揃った綺麗なスタート。コーナーインコースから先行です。じわっといった。1号艇前田が先行です。2コースから2号艇の大江は差し構え、センター外を行くのが3号艇の松井、幕出しからバックへ入った。先頭リードは3艇新党、1号艇前田が先頭、2番手は3号艇松井、3番手は2号艇大江、後続艇6号艇5号艇4号艇一周にマークの先行です。スタートは正常でした。3艇新先行する2マークをトップターンは1号艇の前田、2番手は3号艇の松井、奥から6号艇高倉が行った。さす2号艇の大江順ホーム成長帰りました。3番手は2艇身先行し、6号艇の高倉、2番手3番手の定冠がなくなってくる。接近中、6号艇高倉、アウトサイド一歩リードは3号艇松井、締めた。外に振って6号艇高倉、内側すかさず入り込んで2号艇の大江が行く。2番手の末2号艇大江順、外から内へとズボンところで6号艇の高倉旋回バックへ入りました。内を通って2番手は現在1艇身先行する6号艇高倉、3番手アウトコース2号艇大江、インコースは3号艇松井の競り、2マークの旋回です。2番手はセンターから一歩リード、6号艇高倉、内側から行く3号艇の松井、奥から刺す6号艇の高倉、ホームセッチへ帰ります。さばいて2番手は6号艇の高倉が2艇身先行する。3番手は3号艇松井、3艇並び1番6番3番となって全艇が最終周回、ラストラップに入ります。先頭独走1号艇前田バックスレッチ、2番手6号艇高倉、内側から2号艇大江が迫って、外から様子を見ながら、さして回って3号艇の松井が旋回バックへ入りました。3番手は4艇身5艇身キープで3号艇の松井裕太、3艇並び163で最後の経路を通過、最終マークの旋回に入ります。先頭独走1号艇前田ホームスレッチへ、2番手が6号艇の高倉、3番手は3号艇の松井、上位3艇163となった4レースの予選競争、まもなくゴール。先頭1番前田五輪、2着6番高倉五輪、3番松井、2番の大江五輪、4番小川、5番の三村五輪です。6日間にわたるシリーズです。ルーキーシリーズ第4戦。今日は予選2日目の模様をお送りしています。戦いの舞台はさらに進んで、変わっては第11レース予選特選競争です。1号艇中村太平、2号艇原村拓也、3号艇高倉和人、4号艇には山崎哲平、5号艇坂本正義、6号艇金田智博、以上6名による定戦カード、第11レース予選特選競争です。全員がバック側、ゆっくりしたペースでのコース取り、枠なり進入、動きはありません。1号艇には中村太平、2コースからまくり先制、前半1着でありました。今日2日目連勝に受けまして、ここ人気を集めました。インコースへ2コース進入、枠番通り2号艇の原村拓也、その前方を流してセンター3号艇は3号艇の高倉、整備に手をかけ2日目後半戦です。3コースへ下げて3艇ダッシュ戦、いずれも昨日初日が1着だった顔ぶれでありますが、4角の4号艇の山崎、5コースに5号艇の坂本、そして6コースには兼ねた、取り付けは2度、タイムも出ておりました。期待感満載です。6コースから
スロー算定、ダッシュ算定、進入スタイルは3対3と分かれました。11レース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6コースからトップスタート、おー踏み込んだ、6工程の金田伸ばした、絞った、一気に行っちゃいそうです。6工程金田が握って割った、内を通って3工程の高倉ズボンときた、これが届いた、リードは2点進と3工程の高倉、2番手攻めたんですが、6工程の金田、3番手が4工程山崎、一周リマークの線形です。スタートは正常です。トップ旋回は3工程高倉、2番手インから4工程の山崎、外からのチェーンと引いて入る6工程金田が旋回、本を聖地へ変えた、先頭リーダー6点進と3号艇高倉、2番手は4号艇6号艇接戦です。外安定心先行し4号艇山崎、インコース3番手からは6号艇かれた2周目の攻防です。体型現在346となって2周1マークの線形です。2番手インから2艇進先行する4号艇の山崎、6号艇の金田が追走バックスレッジへ入りが、2番手3番手の定冠は4艇進と広がって3艇並び3番4番6番です。4番手が2号艇の原村、5番手1号艇中村、最後方は5号艇の坂本です。2周のマークの前傾からホームスイッチへ3号艇の高倉先頭、2番手には4号艇の山崎、3番手から6号艇兼ねた、上位3艇3、4、6となって前艇が最終周回ラストラップに入ります。トップ構想独走ペースや3号艇の高倉最後のバックスレッチ、2番手には4号艇の山崎、3番手から6号艇の兼ねた、3艇並び3番4番6番です。4番手1号艇中村、内を通って並んできました2号艇原村、先行方に5号艇坂本です。ラストターンマークの旋回体制に入ります。3号艇の高倉先頭ホーム側へ、2番手は4号艇の山崎、3番手は6号艇の金田、3艇並び3番4番6番となった11レース、先頭3番高倉五輪、2着4番山崎五輪、6番の金田、2番原村、1番の中村、5番の坂本五輪。